皆さんこんにちは。早速本題ですが、なんとなんと、驚くべきことに、チャンネル登録者様が、1万人を突破いたしました。うおおお、すごいじゃないか。たびたび言っているけど、動画投稿を始めた当初は、こんなにたくさんの人に見てもらえると思っていなかったわよ。ああ、投稿を始めて3ヶ月くらいはそこまで登録者様も多くなかったもんな。皆さんのおかげで思ってもいない数字を達成することができました。本当にいつもご贔屓にしていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。今後もより良い動画をお届けできるよう、精進してまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。いやー、でもまさかこんなにたくさんの人に見てもらえるようになるとはなぁ。1000名様突破の時は、その瞬間を見届けることができなかったけど、今回はバッチリその瞬間を収めることができたわよ。おお、素晴らしい。そして今回の動画は1万人突破記念に、このアイコンの正体についてお話ししたいと思うわ。ああ、鳥であることはわかるが一体何の鳥なんだ？白と黒のツートンカラーが特徴のこの鳥は、スズメ目赤鯨科に分類される、白赤鯨という名前の小鳥よ。白赤鯨？多分街中にもよくいるから見たことがある人は多いんじゃないかしら。この鳥には3つの特徴が挙げられるわよ。3つの特徴？まず1つ目はその歩くスピードよ。鳥なのに歩くスピードが特徴なのか？スズメは飛び跳ねるようにぴょこぴょこ歩くわよね。確かにそうだな。でもこの白赤鯨は両足を交互に動かして、まさに人間が走るのと同じような感じでトコトコと歩くの。そしてそのスピードは意外にも速いのよ。参考動画を概要欄に貼っておくから、よかったら見てみてね。本当だ、器用に歩くんだな。そして2つ目の特徴は、その尾っぽにあるわ。尾っぽ？白赤鯨が立ち止まっている時、よくそのお尻を見てほしいんだけど、よく見ると尾羽が上下にゆらゆら揺れているのがわかると思うわ。揺れたり震えたりしろ。無理やりネタを突っ込むのは NG。そのお尻を振る姿が愛らしいから、同じく参考動画を見てみてね。そして3つ目の特徴は、白赤鯨の求愛ダンスがめっちゃ可愛いのよ。これも参考動画を貼っておくからぜひ見てみてね。可愛い。だが、なんでこの鳥がアイコンなんだ？可愛いから、以上。シンプルな理由だな。しかしなんで急にアイコンの解説なんか始めたんだ？こういう時しか機会がないかなと思ってね。確かに普段のテーマとは全く関係がないもんな。というわけで今回はチャンネル登録者様が1万人を超えたご報告と、そのお礼を伝える動画でした。そしてついでにアイコンの解説をしたと。次回からは今まで通り、飛行機関連の動画に戻るから、今年もまた、ゆっくり飛行機チャンネル、をよろしくお願いするんだぜ。今年はどんな1年になるのかしらねー。それでは今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。